1886年から1887年のフライターク・カール・シュタウ・ファーベルング・スタッフ・フライタークは19世紀、ドイツの著作家、歴史家、上部イジエンのクロイツブルクに生まれる。父は医師であり、終身市長にも選ばれている。当時の両家の習慣に従い、牧師だった母方のおじにより、自宅で教育を受ける。13歳に、 近郊の町エールスにあるギムナジウムに入学。1835年にブレスラウ大学に入学し、最初は古典文献学を学び同時にアウグスト・ハインリヒ・ホフマンフォン・ファラース・レーベンのゼミナールに参加し、ゲルマン古大学とドイツ語学、文学に興味を持つ。学生団体の活動に熱中して、大学当局の出席を受け、3学期でベルリン大学に転学。 ここで中世ドイツ文学の研究家、カール・ラフハマンに出会い、その下で学位論文を書く。1838年に学位を授与され、翌年からブレスラウ大学で志向師としてドイツ語学、文学を講ずる。教授資格を獲得し1843年にドイツ文化史の院外教授の募集に応募するが、大学に拒否される。1847年に大学を辞めて、 ドレスデンに移住して、劇作を中心とした文筆業に転じルート・ビヒティークや、リヒャルト・ワーグナーと知り合う。1848年の3月革命後に、ライプツヒに今日移し週刊誌し、ディー・グレンズ・ボトンの編集に携わった。このライプツヒ時代に、ドイツ中世文献学者のモーリッツ・ハウプトや、テオドール・モムゼニや、ハインリヒ・ホント・ライチュケと信仰を深めている。さらに、 ゴータコ・エルンスト2世から宮廷古問官に任命され、1866年には北ドイツ連邦の憲法制定議会で国家自由党の議員に選出された。晩年には分断の応募書としてヘルマン・ズーダーマンやゲアハルト・ハウプトマンを紹介し、講演している。肺炎の療養中ビースバーデンで死去。ラッハマンによって中世文献学に導き入れられた。 フライタークはドイツ中世の刺激とロスビータの研究を行い、異教的かつ、キリスト教的な祝祭劇、宗教劇に触れるうちに、ドイツ国民の生活と声に注目するようになる。3月革命により、政治の舞台に借り立てられ、政治に歴史研究を結びつけた結果として、1852年以降、ディーグ・レンズ・ボトンが見に代表作となる。 ドイツの過去の情景が連載されることとなった。この歴史書でフライタークは従来政治史の影にあって見えない流れとなっていた国民の生活に光を当てた。無数のパンフレットやビラ、木版の印刷物を収集し、ドイツ民族の過去をマイナス面も含めて再現した。ありがとうございます。